つなぎします。どうぞ。ご機嫌うるわしゅ、ドクター。ドクターが執務室ではなく休憩室にいるとは珍しいな。もしかしてここで仕事をしていたのか？休憩室にいながらも仕事とはさすがの勤勉さだな。ロドスの皆はあなたを誇りに思っているだろうな。今は休憩時間なのだろう。それならば座って話をしようじゃないか。私は定期健康診断の受診とメンテナンス完了後の装備を受け取ってきたところだ。自身の体、そして装備の状態を常にいい状態に保つことは騎士としてもロドスのオペレーターとしても大切なことだからな。ん？ああ、健康状態に関してはシャイニングから現状大きな問題はないと言われた。ただの定期健康診断だからな。心配するな。そういえばシャイニングはドクターの体調も心配していたぞ。任務で忙しくてなかなか休息も取れていないのではないか。ドクターのところにも定期健康診断の案内が届いているはずだ。対応しなくてはならない書類がデスクの上に山積みだろうからどこかに紛れてしまっているかもしれないが、ロドスの指揮官であるドクターには健康でいてもらわなくては困るからな。早めに受診することをお勧めするよ。それにまだ受診していないことがアーミアにバレたら叱られてしまうぞ。あまり彼女を心配させないようにな。うん、そうだな。この業務連絡放送が終わったらシャイニングのところに行ってくるといい。装備に関してはいつもクロージャにメンテナンスをお願いしているんだが、持っていくたびに派手なビームを発射できるように改造していいかと聞かれてな。新しい装備を作って人稼ぎするために私にその装備のテストでもさせようとしているのだろうか。ま、クロージャらしいといえばそうなのだが、戦場において皆を守る盾となることが私の重要な役割の一つだと考えている。私の今の装備はその役割を担えるよう防御機能に特化していてな。だからクロージャには申し訳ないが、機能を変えないようにメンテナンスしてもらっているんだ。さすがに派手なビームを発射できる機能は私には必要ないと思うが、戦術に合わせて装備を改良していくのもいいかもしれないな。ありがとうドクター。ドクターのこともロドスの皆が頼りにしている。もちろん私もだ。しかし皆を守る盾としての役割だけでなく、戦場において戦術指揮の支援をする身としては、ドクターのように戦術についての研究を徹底しより理解を深める必要があると考えている。そこで一つドクターにお願いがあってだな。その今度ドクターの執務室に入らせてもらえないだろうか。ドクターの執務室には大量の蔵書があると聞いている。その蔵書の中から戦術の研究に役立つ書物を拝借したい。それに戦場で的確な指揮をするドクターが日頃どのように戦術について研究しているのか興味がある。計らいに感謝するよドクター。アーミアには後で私から話を通しておく。の、業務連絡放送が再開されるようだな。ここからは作戦に関わる重要な情報が伝達されるようだから、私も同席させてもらうことにしよう。事前の情報収集は
円滑な作戦遂行のためには欠かせないからな。